オーケストラがやってきたは、1972年10月1日から1983年3月27日まで、TBS 系列局で放送されていた音楽番組である、テレビマンユニオンと TBS の共同制作、全544回、クラシック音楽を専門に取り扱っていた番組、日本各地で番組の中継録画を行ったり、 会場に来ている観客を1分間指揮者コーナーなどに参加させたりと様々な形でクラシックの普及に努めていた。司会はほとんどの時期において企画原案、音楽監督担当者である山本直澄が務めていた。1978年8月に山本が無免許運転騒動を起こし、TBS から番組交番を宣告されて一時番組を離れていた時期があったが、 一年後の1979年秋に復帰した。ただし復帰からの半年間は、石井都集交代で司会を務めていた。その後は、映画、大日本帝国などの劇中音楽制作のために1982年4月から、不定期出演となっていた時期を除き、最終回まで、アグネスちゃんや大場久美子と共に司会を務めていた。番組には、 数多くの著名な音楽家たちが出演した。番組特別企画のオーディションで、デリック・イノウエと金光祭、そして当時東京芸術大学の学生であった王の和氏の3人が専属指揮者に選ばれ、1980年から2年間ほど交代で指揮台に上がっていた。演奏は主に新日本フィルハーモニー公共楽団が行っていた。番組の演出は、 TBS 出身の映画監督で、オペラ演出やクラシック音楽関連のエッセイも多い、実装時秋尾がしばしば担当していた。オープニングで演奏されていたテーマ音楽の原曲は、ヨハン・シュトラウス2世の常堂曲。曲終盤のホルンが吹かれる箇所に入ると指揮者が客席の方を向き、観客と一斉になってオーケストラがやってきたと合唱し、最後はスポンサーとの関係から、 ステージ中央に置かれて、ベルが鳴り出す電話機の受話器を女性司会者が取り上げ、耳に当てるという演出が撮られた。スポンサーは、主に電電校舎が務めていた。当初は、同校舎の医者提供で放送されていたが、途中から最終回まで、富士重工との2社提供であった。電電校舎は、5番組のアニメ、ミームいろいろ夢の旅でも引き続き、スポンサーを務めていた。 いずれも日本標準時。1979年4月22日と29日の2回に、渡って放送される予定だった、小沢誠治とボストン交響楽団の中国訪問のドキュメンタリーの放送が中止された。中止の理由について、TBS 側は、テレビマンユニオンからの申し入れと述べ、テレビマンユニオン側は、内容に、スポンサーが難色を示し、話し合いがつかなかったためとしている。 データは、テレビマンユニオンが公開している番組の動画、第92回、政治スターンの、私は音楽家ですからの参考。特筆のない場合はすべて同時ネット。地方での収録時は、TBS と収録地のネット局の共同制作となっていた。ありがとうございます。